まあ、前半はチーム同様自分も割とワントップを潰せていて良かったと思うんですけど、やっぱり後半に入って、まあ、僕自身も少し甘さが出てチーム全体にも少しいけるんじゃないかという慢心が出て、そこから立て続けに失点したので悔しいです。まあ、もう大義になってしまうんですけど、まあ、僕たちがまだ優勝がなくなったわけじゃないので、まあ、もうやるしかないので、まあ、切り替えて残りの試合全部勝つ、それだけと思うので、中2日しっかり疲労を取って次の試合に挑みたいと思います。